feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way.皆さんこんにちは、リンクスのりょうです。今ね、朝の6時なんですけど、今日からね、JR が出している周遊パス1万2000円で6日間乗り放題のパスを使って、ちょっと道東の方にね、初めて旅行をしてみようと、始発から特急を指定席でね、取っていたんですけど、なんとまさかのいきなりね、人身事故ということで、まだ札幌に、足止めを食らっている状態です。体が入っちゃったみたいで、かなり遅れるみたいです。しんどい。電車に乗れました。もともとの予定は特急大空に乗る予定だったんですが、帯広行き特急十勝に変更となりました。2時間ぐらい遅れてます。悲しいけど11時ぐらい着予定で、2時間40分程度予定しております。帯広でね、レンタカー借りて釧路の方に、阿寒湖の方に向かいたいと思っておりますので、車窓の旅となります。特急トカチね、結構綺麗ですね。これ今指定席なんですけど、 JR 北海道も6日間周遊パス使うと、指定席もね、4回までかな、使うことができます。で、自由席は特急も乗り放題です。コンセントはないです。なので充電はちょっとできません。トイレはあります。電車に揺られること約3時間、帯広駅に到着しました。ここからね、ちょっと電車だと行きにくいので、車を借りております。帯広駅からレンタカーで阿寒湖の方に向かっていきたいと思います。また2時間ぐらい運転必要です。じゃ行きましょう。幸福駅。帯広ステーション、帯広駅です。当初予定は9時20分ぐらいに着く予定でしたが、2時間遅れてしまいました。車借りに行きます。北海道のね、道東を攻めるツアーを開始しております。札幌からね、特急に乗って帯広に今来ております。ここから阿寒湖の方に向かっていきたいと思います。本日ね、阿寒湖のニュー阿寒ホテルというところを予約しておりますので、今からね、そちらに向かっていきたいと思います。本当にね、道内一周できちゃうパスになっていますので、もし時間がある方はこれもおすすめです。
アシャロは松山千春さんで有名なのですね。いろんなところにね写真とかがあります。手形と足があります。松山千春アシャロ銀河ホールというねアシャロ町の道の駅になっております。食事はいろいろできるみたいでした。今回はちょっとトイレが我慢できなかったので寄りました。すごいね、さっきまで土砂降りになったんだけど止んで晴れてよかったですね。今からオンネ島というところの、アイヌ語で年老いた湖というところに行きたいと思います。As a kid, I used to live out by a lake with lightning bolts, collecting sticks, and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear.帯広から車で約2時間走らせまして、今オンネ島に着きました。なのでオンネ島はアイヌ語で年老いた大きな湖、エメラルドグリーンになっておりますね。湖がすごい、山があって雨降ってるので雲で隠れちゃってるんですけど、これが出るとね絶景になるスポットになっております。オンネ島です。寒い、今ね外の気温は7度です。ここに来ると雰囲気が一気に変わります。自然を感じられますね。にしても寒い、まだまだ雪が残っております。いつヒグマが出てきてもおかしくないような雰囲気ですね。来る途中鹿がねたくさんいました。道路にも出てくるので運転するときは気をつけてください。無事にちょっと晴れてきましたね。雨止んでよかった。温泉ですね。エレベーターがあって9階にございまして、翌朝10時まで夜通しでご利用いただけます。エクスパは今夜11時クローズです。エレベーターおしゃれですね。ロビーを見下ろすことができます。中庭みたいになってますね。お疲れ様でした。今ニューアカンホテルにチェックインしてきました。3時です。ニューアカンホテルに来る前にオンネ島というね湖に寄ってきました。その後ちょっと土砂降りになっちゃったので一回もうチェックインしてしまおうということでチェックインしております。いや疲れた。今日ね朝のね5時半起きで動いております。3時からチェックインが可能になっておりまして、1階のフロントのところでウェルカムドリンクということで、いろんなねソフトドリンクとかコーヒーなんかも無料でいただくことができます。
あとね、マリモのね、羊羹ということで、じゃーん、これマリモの羊羹なるものをいただいてきました。こんな感じ。これはなんか一人一個もらえるみたいです。ぐるっと回るとこんな感じになってます。今日は和室です。和室のお部屋を予約してます。お部屋はこんな感じになっております。久々の和室です。外もねすごくて、はい、阿寒湖がね一望できます。湖畔沿いになっております。ここから観光の遊覧船に乗ることができます。今日はねちょっと曇っちゃってますが、晴れたらすごくいい景色が見られると思います。テーブル周り見ていきますか。和室ですか。はい、じゃあこんな感じで、あ、森と湖の休日ということでね、マリモのねお菓子が置いてありました。神秘とロマンの湖阿寒湖ということで、ちっちゃいね鶴も置いてあります。可愛いですね。はい、続いて和室といえばこちら、お茶セットがいっぱいあります。はい、まあ、緑茶が飲めるようになっております。でお水もね2本ありますが、下にもちゃんと売店がありましたので、飲み物は困らないと思います。フリードリンクもあります。お酒飲んだりするのもいいのではないでしょうか。ここ開けますね。阿寒湖が一望できますので、ここに座って、お酒を飲みながら阿寒湖を見るというのもいいと思います。今ちょうどね、あの遊覧船が帰ってきました。2時の部の遊覧船が帰ってきました。朝からね遊覧船やってて、最後は4時の部が最後となっております。今日は風が強くてすごいちょっと怖いですけど、お部屋はこんな感じになっております。なんとこちらのニューアカンホテルには大浴場と、もう一つ天空ガーデンスパというものがあります。はい、見てください。このね絵にある通り、夕暮れであったり、大浴場とは別に屋上にねスパが備え付けてあるというホテルになっております。ここしかもインフィニティエッジスパということで、インフィニティプールみたいになっているみたいです。あの混浴になっていて、水着みたいなの着てね、こうおしゃれな雰囲気を楽しむことができるそうです。ご利用時間は朝の5時から10時と、お昼12時から夜の23時まで利用できるみたいです。ここもねすごくおしゃれなので行ってみたいと思います。